鉄道と道路の立体交差、トランジリアンピーセンシャンジサンジャン駅付近河川と、水路の立体交差河川と水道橋の立体交差ガルドン川と、ローマ水道の象徴とも言えるポンデュがある河川と、用水路の立体交差八川と日の用水人間の道と、動物横断路の立体交差万福国立公園に、ある、オーバーパス型の動物横断路オーバーパス型動物。 横断路の概念図道路を強量にしたアンダーアッパ姿の動物横断路立体交差とは物体が移動するにあたって複数の道筋が異なる平面上で交差することを言う。建築や交通分野の用語としては道筋の実際は基本的に路線や水路であり立体交差する状況や施設を指して言う。鉄道路線や道路では多くの実例を挙げられるが ローマ水道に代表される水路の立体交差も、古今に多くの例を見出せる。また、人間と野生動物の生活上の道筋が交差する、不都合を避ける目的で立体化する、設備、施設も定義から外れない。平面交差に比べ、一方の路線を通行する車両がもう一方の、通行を妨げないため、路線の容量の増加、渋滞の解消、 交通事故の防止などに役立つ。なお、用水路と河川など水路同士が立体交差している場合もある。立体交差は以下の3種類に対別される。列車本数の多い鉄道路線が交差する場合は、線路同士を立体交差とする場合がある。列車本数が多い場合には、平面交差はダイヤ状のネック、増発の妨げとなるため、 立体交差で建設されることがままある。立体交差化の理由として列車運行の安全面が挙げられることもある。鉄道の立体交差のうち橋梁形式で立体交差を行うものを線路橋と呼ぶ。ただし、鉄道は道路に比べ曲線半径や勾配など線形条件に関する制限事項が多いため広大な用地と建設コストが大きくなりがちである。 平面交差であったものを立体交差化する場合には、運行している列車の障害とならないことが要求され、さらに交差路線間を転線する列車がある場合には、転線への対応が要求されるため、より長期間の工期と多くの費用が必要となる。日本では、新幹線はすべて立体交差にすることが法律で、定められている。複数の道路の立体交差はいずれかの道路を、 高架橋もしくは地下道にて交差を回避するものから、ランプを使った複雑なインターチェンジなどがあり、複数の道路の平面での交差をしない施設である。日本では高速道路の場合は全て立体交差であり、他の道路との接続はインターチェンジ構造と決められている。高速道路以外の道路同士の場合、交差する道路を直進する場合のみ立体交差になり、 道路を右折内し左折する場合は、平面交差となる構造の交差点がある。鉄道と道路の平面交差する場所は踏切である。踏切は交通が錯綜することから事故が起こりやすく、また渋滞の原因ともなる。日本では列車本数や線路数が多い踏切で、開いている時間が閉まっている時間よりも短い、開かずの踏切が発生し、社会問題となっていることがある。 そのため、特に交通量の多い踏切を中心に、道路の立体交差化や、鉄道の連続立体交差化が進められている。日本で20世紀末以降に建設された、鉄道路線では、道路法第31条に、当該道路の交通量または、当該鉄道の運転回数が少ない場合、地形上や貰えない場合、その他政令で定める場合を、除くほか、当該交差の方式は、 立体交差としなければならない。と記されていることもあって、道路とは原則立体交差とする構造で建設されている。結果として、踏切は全くないか、あってもごく少数という路線も少なくない。歩行者が道路を車両と出会うことなく横断する、あるいは線路を列車と出会うことなく横断する施設であり、横断歩道橋及び地下横断歩道がある。 河川と人口の水路が水路橋を介して立体交差していることがある。飛行場にあっては滑走路、誘導路などと一般の道路、鉄道とを立体交差させるため、道路や鉄道をトンネルとすることが多い。成田国際空港第3ターミナル、クアラルンプール国際空港クリアに、ロンドンガトウィック空港北ターミナルなどでは、誘導路の上に歩行者用の橋を架けている。 山間地などに道路を建設する場合、獣道をはじめとする野生動物の生活度は人間用の道路によって分断されてしまうが、野生動物の生息地域はこれによって狭まり、遺伝子的多様性をも少なからず損なってしまうものである。動物横断路はこのような生態系への悪影響を軽減することや動物が安全に横断できることを目的として、 設けられる自然環境保全のための立体交差である。影響が予想される動物には地上生と木の衛生がいることから動物横断路には人間用道路の下方をくぐるアンダーパスと上方を通過するオーバーパスといった二つの類型がある。前者には暗渠や排水用管路を利用して地下に道を通すトンネル型と人間用道路が架橋構造となったものがあり。 対して校舎には様々な佳境構造のものがある。これには大分県の東九州自動車道に架かるお猿の橋のような大規模な土木工事を必要とする施設もあれば、例えば人間用道路をまたぐ標識施設を活用した山根のための私、山根ブリッジや空中を横幅30センチメートルの吊り橋でつないだリス用の私も十分に機能する。 動物横断路の一種である。道路や線路などの下をくぐっている。立体交差の底部には排水、貯水設備を備えている。しかし、集中豪雨などで短時間に大量の水の流入で排水、貯水限度を超える場合や、落ち葉などで目詰まりを起こし正常に排水できなくなると、道路底部に水が溜まり冠水してしまう。数十センチの冠水でも車のドアが開かなくなり、 脱出が困難になる。これを回避するため急激な大雨などには、入り口や手前に侵入注意、禁止が表示されるようにしている箇所もある。ありがとうございます。